This video is the listening exercise section from a Japanese learning blog. かわいい醤油入れ。私の住む横浜に有名なシューマイ弁当屋があります。子供の頃から旅のお供として新幹線で食べたり、お土産でいただくこともあったおなじみのシューマイです。そのお店でシューマイに負けないぐらい有名なものがあります。それは醤油入れです。普通の醤油入れとはちょっと違います。陶器でできていて、ひょうたんの形をしています。一つ一つのひょうたんに怒った顔、笑った顔と様々な顔が描かれています。昭和30年から始まり、現在のものは3代目だそうです。その名はひょうちゃん。横浜のシューマイといえばひょうちゃんというぐらい人気です。最近はすっかり忘れていましたが、息子が学校の宿題でこのシューマイ屋の工場について調べているのを見て思い出しました。先日、久しぶりにシューマイを食べたら、新幹線に乗って祖父母の家に向かった子供の頃を思い出しました。それとともに様々な顔のひょうちゃんを集めていたことも思い出しました。おいしいシューマイもひょうちゃんも楽しい思い出です。横浜へお越しの際は、ぜひひょうちゃんが入ったシューマイ弁当屋を探してみてください。Thank you for watching. Please click the link below to see this video's related blog and study more Japanese at JOI.